速稼塾の久保です。動画をいつもご覧いただきましてありがとうございます。今回のテーマは借金ということでいただきました。まあ借金はね、どんな概念なのかということをこうお話しする前にちょっと前提条件をねお話したいと思います。まあまずはね、人にはね、いろんな得意分野というか、それぞれ一人一人分野があるんですよね。自分が何に向いてるか、そして自分は何が好きか、この2つが一致してることは残念ながら滅多にないんですよね。好きなことが向いてること、これが同じだったら一番いいんですけども、悲しいかな、自分の向いてることは自分が好きでもないことの方が多いんですよ。これは私が感覚的に感じる現実なんですけどもね、違うかもしれませんけども、例えば私はですね、吉田さんが言われている通り、借金がたくさんあった時に、言ってること、今言ってること、確かにね、あまり変わんないです。借金3000万ほどあった時でも商品は売れてましたし、今隠居してる時でも商品は結果的に売れてるんですよね。でもね、私が借金を膨らましてしまったのは麻雀店をやっていたからなんですよ。私は麻雀店をやるべきではなかった人間なんですよ。私が麻雀店をやってはダメだったんですよね。で、人にはそれぞれ分野があるって言いましたけども、例えばね、麻雀店をやってうまくいく人もいるんですよ。そういう人はネットビジネスをやったら失敗する可能性があります。ですから麻雀店が向いてる人は麻雀店をやった方がいいと思いますね。まあ、これだから、ね、素養って言うんですよ。これはね、自分が好きとも嫌いともつかないんですけども、まあ持って生まれたと言ったらね、私あんまり好きな言い方ではないんですけども、そういうのは確かにあるかなと思います。身長が高い方がやるもの、身長が低い方が向いてるもの、喋りが上手な方がやるべきもの、男性がやるべきもの、女性がやるべきもの、これはやっぱり自分の後天的な努力ではなかなか覆せないような先天的なものであるっていうのをある程度認めないといけないのかなと思いますよね。もちろんですね、先天的に与えられてない能力、才能、素養に対して努力でなんとかそれをものにするってこともたまにありますけども、できればですね、10の努力が100の効果を生むものをやった方がいいと思うんですよ。100の努力が10しか効果を生まないことをやったら、それはなかなか難しいと思います。売れない漫画家とかと同じなんですよ。漫画が大好きだけども、先天的に素養がないわけですよね。だからそういうのに当たらない方がいいと思いますね。だからこれが一人一人が持ってる分野だと思うんですよ。で、その分野が違うと借金が膨らんで労を多くして実りなしということになってしまうんですよね。笑えないですよね。でもこういう方はたくさんいます。で、飲食店が向いてる方は飲食店をやればいいと思いますし、プロ野球の選手をやりたい人はプロ野球の選手が向いてる人がね、やればいいと思いますしね。で、ミュージシャンが向いてる人はミュージシャンをやるべきなんですよ。もしかしたら可愛らしい女の子はアイドルをやった方がいいかもしれませんね。でも残念ながらですね、残念ながらと言いますかね、この向いてることと自分が好きなことが一致してないことにエネルギーを使うと、それはお金的には借金がかさんでいくんですよ。こういう公式を多分誰もはっきり言ってくれないんだなと思います。で、ことネットビジネスになると、私はね、強く思いますけども、ネットビジネスが向いてない人がネットビジネスをやってはならないと思いますし、ネットビジネスが向いてないことが分かったらお前はやめとけというふうなことを言ってあげるのが、まあ、まさにね、コンサルティングだと思うんですよ。あなたはネットビジネス向いてないから別のことをやりましょう、私があなたを導いていけるってことはありませんって言ってあげるのが、まあ、残念ながら真実というか親切だと思うんですよね。でも希望があるようなことをちらつかしてね、細く長くその人の生命、時間をですね、自分の資産、お金に変えていくっていうのは、ちょっと私コンサルとは呼ばないんじゃないかなと思いますね。そういう意味でコンサルっていうのは私は非常にね、抵抗があると言いますか、一線を引いているってところがあります。さあ、そしてもう一つキーワードが出てきました。吉田さんは成功してますよねということなんですけども、待てと、成功っていうのは一人一人成功の定義違うんですよ。その定義を知ってて成功してますよねっていうんだったらいいですけども、私は少なくとも吉谷さんに成功の定義を聞いたことはありませんし、何をもって成功としてるのかわからないんですよ。だから吉谷さんが成功してるかどうかは私は判断できません。でも私はですね、自分が成功してるかどうか、それはわかるんですよ。私は成功してるんですよ。なぜなら私は成功の定義を決めたからなんですよね。2013年に決めてます。金銭的な自由、時間の自由、組織に属していない、バッシングを受けてない、この4つです。まあ、4つ目に関してましては、もしかしたらバッシングを受けてるかもしれませんけども、少なくとも私が見てるものの中、聞いてるものの中からバッシングは聞こえてこないんですよね。
どっかにバッシングはあると思いますけど、そこにわざわざ探しに行って取りに行ってないわけなんですよ。だから私と同じ方向を向いてる人とだけ関わってるということですかね。はい、ちょっと話戻します。成功の定義ですよね。成功の定義は時間の自由、お金の自由、組織に属していない、社会からバッシングを受けてない、この4つが整った時に私は成功だというふうに自分に課したわけなんですよ、定義したわけなんですよ。そして今私は時間の制限何かによって受けてますかね。受けてないんですよね。お金制限ありますかね。私は身分相応の収入があるんで、例えばね、月収1億とかないですよ。でもそれは私が求めていないんですよ。月収1000万でも1億でも私としては人生の価値同じなんですよ。私の力量はそんなに高くないんでですね、今みたいな収入で十分所得的には間に合ってるかなと思うんですよね。で、組織に属していない、属してないんですよ。むしろ私が組織を作ってそこに属させていると言いますかね、誰かの組織には入ってないかなと思いますよね。そして速稼塾という組織は特に何の縛りもありません。で、4つ目、社会からのバッシングっていうのは説明した通りです。じゃあこの成功の定義の中に、私は借金が返せたっていうのがね、もしくは借金を作るっていうのがあるかっていうと、借金に関しての項目はないんですよ。金銭的な自由なんですよ。ここにちょっとね、借金についての概念があります。私に借金が例えば1億円あっても、毎月生み出せる資産が1000万なら、別にそれは借金があっても不自由がない、成功の概念に合致するかなと思います。金銭的な自由ですからね。で、あえて借金を作る場合もあるんですよ。例えば会社経営をする中で、経費という勘定を作るために減価償却費っていうのを設定することがあります。一括で払えるのに減価償却というのを設定して、経費で相殺するためにわざわざローンにするってことですよね。ということは借金は別に悪ではないんですよ。借金をすることによってお金が儲かるっていう図式ができるんですよ、ここに。そして今はマイナス金利ですよね。借金をした方がお金がもらえるんですよ。だから今は借金をするべきなんですよ。だから借金が悪いと言われてた時代っていうのは、おそらく40年ほど前なんですけども、利息が高かったんですよね。だから借金をするよりも人にお金を貸す、要するに預金をした方が良かったんですよ。だから投資ってものにもあんまり人は関心を示しませんでした。投資はリスクがあるけど、預金はリスクがないんですよ。お金が増える、それが預金だったからですよね。年利 7% とかで増えるわけじゃないですか。今は年利 7% で何か儲かるよって案件があったら、銀行はとてつもない、そんなことはできませんよね。年利 7% の投資だよって言ったら詐欺だって言われますよね。だから今は何かね、預金をするべきではないと思いますし、むしろですね、人にお金を貸すよりも、人にお金を出すよりも借金をした方が儲かるっていうことになるんですよ。とかくですね、この借金の概念っていうのも時代によってどんどん変わっていくんですよね。いや、そういうふうに考えるとですね、人の頭っていうのは、情報が止まっていては全く役に立たないんですよ。まさにお金の歴史を知ることによって、その歴史の今表にいるのか裏にいるのか右にいるのか左にいるのかってことを認識して、その方向に合った、風向きに合った方向をね、我々は風緑のように向いていかないといけないんですよ。だから10年前はこっちが正しかったのに、20年前はこっちが正しくって、今はこっちが正しいよ、10年後こっちが正しいよって変わっていくんですよね。で、成功の概念もそれに合わせて変えていく必要があると思います。ここについてはですね、またこれから長い時間をかけてお話ししようかと思いますけども、今回、借金についてはね、こういうのを今私がお話したことをちょっと回答にさせていただこうかと思いますけども、借金の概念というのはね、まとめますと、借金は悪ではないということなんですよ。いや、借金をする時期とタイミングと相手によって相対的に善か悪か決まってくるということです。私はわざわざ借金をして儲けているという状態に入っていますね。これなかなか気づいてる人いないと思いますけども、借金をするとお金が残りやすいんですよ。会社を作って減価償却を設定する、もっと言えば法人を作るのはそのためなんですよ。法人を作った方がこういうふうなね、税制とか借金とかかなり有利に働くってことなんですよね。で、成功の定義です。こちらから質問をするに、吉谷さんの成功の定義はどういうふうに考えてやってらっしゃったのかなってことね、これを聞いてみたいなと思います。そしてこの動画をご覧の皆さんも一度ね、自分に置き換えてみてほしいんですよ。自分は一体成功の定義を今まで一度でも明確に作ったことがあるかなってことなんですよ。お金があっていろいろ何でもできて、
ぐらいの不明確なものではなかったんでしょうかね。じゃあいろいろできてっていろいろって何だと思います、うん、だからね、具体的に設定しないといろいろって言葉になっちゃうんですよ。私はもうね、生涯でこのいろいろって言葉を使うことは多分もうないと思うんですよ、うん、なんかのねカリキュラムの中で便宜上使うことありますけども、私はね、全てが明確になってるんでいろいろとかね、大体って言葉は使わないと思うんですよね。使っちゃうかもしれませんけども、うん、だからこういうふうなね、自分の発する言葉にもきちんと枠を設定していくところと、自由にリリースするところとね、曖昧な方がいいところと、こういうところも私は線を引いているのが多分多くの方と違うところなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、多くの方と違うことをやってるんで、多くの方と違うような人生を歩めるかなってことでございます。今日も24時間自由人久保哲郎がお届けしました。隠居万歳。